前回の動画では特急大雪が到着した網走が今日の目的地と言いましたが、実はそれは間違いでした。特急に乗ったのが網走までで、さらに網走から釧網本線で釧路でした。いやー、釧網の読み方がわからなかった。ですので北海道の旅の3日目は釧路から始まります。今日は釧路から最東端の根室をまず目指します。釧路駅始発の快速花咲に乗れば根室に着きます。早朝の釧路駅に1両の気動車が止まっています。これが今からお世話になる快速花咲のようです。車内から窓を見ると内側にもう1枚ガラスが入っています。後付け感はありますが、窓が二重ガラスになっています。座席も交換されているのでしょう。車内では鹿などの野生動物が出るので急停止することがあるというアナウンス。そりゃどこの鉄道に乗っても急停止の危険性を知らせる放送はありますが、その理由が鹿。やっぱり北海道は違うなと思わせます。でもすぐにそれが冗談ではないことを知ることになります。運転士だけのワンマン運行ですが、職員の移動のためかもう一人運転席に乗車されています。しかしその視線は列車の安全運行の確認に向けられているとはとても思えません。明らかに警戒監視の目です。列車は一見何もないところで急に減速します。汽笛を鳴らしながら、そして完全に停車しました。列車の先には本当に鹿がいます。アナウンスは冗談ではなかったのです。こうして無事に根室駅に着きました。せっかく根室まで来たのだから、駅からバスで納沙布岬を目指しました。納沙布岬は本土最東端であり、平地では最も早く朝日を見ることができるそうです。そこには根室市北方領土資料館がありました。館内では戦前の4島、択捉、国後、色丹、歯舞群島には日本人が住んでいた事実を知ることができます。最東端の納沙布岬を後にして釧路まで戻ります。根室といえば誰でも知っている地名です。ですがその根室駅に到着する列車は日に6本、出発する列車も日に6本です。ローカル線ということは分かりますし、バスもあるのでしょう。ですが JR 北海道の経営の厳しさを思い知ります。根室駅には日本最東端有人の駅と書かれています。私は根室駅が最東端だと思っていました。有人の駅と書かれているからには無人の駅が最東端なんだろうと思います。調べてみると最東端の駅は東根室駅だそうです。駅名を見てもそうなんでしょう。なんといっても東根室駅ですからね。降りることはありませんでしたが、この旅では最北端と最東端の2つの駅を経験したことになります。最西端は佐世保駅。まあ細かいことを言うのは野暮というものです。本日のお昼の駅弁はサンマ弁当。シンプルな駅弁とも言えますが、本当にサンマが美味しかった。根室から再び快速花咲で釧路に戻りました。釧路からは特急大空で追分を目指します。追分駅で札幌行きの大空から室蘭本線の苫小牧駅に乗り換えます。列車は追分駅を発車します。
川行きの列車は確か貸し切り状態だったと思います。1両の列車が自分のためだけに運行されている。もちろんそんなことはありません。ローカル線の旅とはいえ貸し切り状態はそうあるものではありません。鉄道会社の経営を考えれば自ら無駄を証明しているようなものです。まあそうなんですが、やっぱり貸し切りって状態は満足感が急上昇します。これまで1日の終わりは割と遅かったのですが、今日は18時頃に苫小牧駅に着きました。これでゆっくりと夕食が楽しめそうです。今日も1日お疲れ様でした。